コンスタンサデッシリアは、シチリア王、マンフレーディとサボイア家出身の王妃、ベアトリーチェの娘。1262年に、アラゴン王ペドロ3世と結婚し、シチリアの番頭事件以降シチリア王妃となる。イタリア語名は、コスタンサディ・シチリア。1249年に、シチリア東東部の都市カターニアに誕生した。年代記サッカラモン・ムンタネによると、 1262年7月5日、モンペリエにて14歳のコンスタンサは、アラゴン王ハイメ一世征服王と、妻ビオランテでウングリアの長男ペドロ三世と、結婚した。七万フレーディは、新生ローマ皇帝フリードリヒ二世への着出し、こんな後四世が成人になるまで、シチリア王の摂政を命じられたに過ぎなかったが、教皇の反対を抑えて1257年までに、王国全土を、 ほぼ支配下に置いていた。バイエルンにいたコンダートが死去したという噂に乗じて、1258年にパレルモ大聖堂にて、シチリア王として退官した。教皇ウルバヌス4世は、ホーエンシュタウフェン家の支配を封じるため、1263年に、フランス王ルイ9世の弟、シャルル・ダンジューをシチリア王とした。1266年、と マンフレーディが南イタリアのベネベント近郊にて、シャルル・ダンジューとの戦いに敗れ、シチリア主配権だけでなく、命を奪われると、ラウリアやランチアやプロッチだけなどのシチリアの有力な家柄がアラゴン王国へと亡命した。シチリア王位を継承したコンラート4世の息子、コンラディーノもシャルル・ダンジューとの戦いに敗れ、ナポリで斬首されたことにより、 方園主タウフェン家の唯一の男系子孫となった、コンスタンサは、シチリア王国奪還を目指して、夫ペドロ三世を後押しした。ペドロ三世はまず1281年、暗獣家支配に不満を持つ貴族に対し、イスラム地域チュニジア攻略のため十字軍への参加を募り、教皇マルティヌス四世から支援を受けることなく、翌1282年6月にバルバリアに上陸した。 1282年春のシチリアの番頭事件に乗じてコンスタンサはシチリア人に介入するようとペドロを導いた。ペドロはこれを承諾し8月にはシチリアの港湾都市トラーパニに600人の兵士8000人の不評隊と共に上陸した。7月25日にメッシーナを包囲していたシャルル・ダンジューはアラゴン兵上陸後のトラーパニの攻撃を試みるも 無益に終わり、撤退した。ペドロ3世はそれから間もなく、シチリア全島征服を達成し、ペドロ3世と、コンスタンサ夫妻は1282年8月30日、パレルモにてシチリア王位を宣言した。1283年、教皇マルティヌス4世が夫、ペドロを破門し、アラゴン王国の王座を執行したという通告を受けて、バルセロナへと帰還する際、ペドロは、 妻コンスタンサにシチリア王国の統治を委任した。1285年の夫の死後もコンスタンサは次男ハイメにアラゴン王国支配を任せ代わりにシチリア王国の統治を続けた。長男アルフォンソ3世が独身のまま死去した後1296年にアラゴン王位を継いだハイメ2世はシチリア王位の弟フェデリーコにつけた。 1297年には、アンジュー家のナポリオ・カルロニセと講和条約を結び、コンスタンサの娘ヨランダは、同年3月にナポリオ王子ロベルトと結婚した。コンスタンサは、アラゴン王国へと帰還し、晩年をバルセロナのサンタクララ修道院にて過ごした。1302年4月9日に、バルセロナにて没し、バルセロナのサンフランシスコ修道院に埋葬された。 ペドロ3世との間に4男に情報を受けた。ありがとうございます。